こんにちは、まちろです。やっと河合直子さんの DVD ボックスが届きました。予約開始からすぐ予約を入れて、12月23日の発売なのに、今日12月25日に届くっていうね。遅いぞ TBS アイショップ。でもね、コロナの影響もあるかもしれないので、クリスマスプレゼントをありがとう TBS アイショップ。ということで、早速開封レビューをしたいと思います。なんかね、いろんな広告が入ってますね。うまそう。はい、やっと出てきました。カンペンケースが見えてますね。これは後でじっくり見ることにしましょう。表紙のショットいいですね。憂いのある表情で、喧嘩をやめてでしょうかね。裏面はニコニコスマイルフォーミー。表が赤の衣装で裏が青の衣装っていうね、この写真のチョイスが素晴らしいですね。結構サイズが大きいので、ちょっと測ってみましょうかね。縦が27センチ、横が 15.5センチ、厚みが2センチぐらいですかね。こういうのってもちろん見るのも楽しみなんですけど、河合直子さんの場合は、まあ、個人的には当時散々見てきたし、今は YouTube とかで、まあ、予告動画みたいな感じでね、概要が見れちゃったりするので、まあ、なんとなくね、内容が分かってるっていうのもあるから、まあ、この DVD ボックスの発売を知ってポチって早く発売日にならないかなって心待ちにして、届いて開封するとき、今ですね、これがピークかもしれません。では引っ張り出してみましょう。これはタワーレコードの特典ポスターの柄ですよね。裏も可愛い。このボックスの写真ってほんと素晴らしいですね。なんか変にアートを意識したっていう感じじゃなくて、河合直子さんのことが大好きなファンがセレクトした写真っていう気がします。では開いてみましょう。DVD が4枚、このニコニコハートがいいですよね。ディスク1はザ・ベスト101、ディスク2はザ・ベスト102、ディスク3は8時だよ全員集合、ディスク4はナオコオン TV、まあ、こんな風に書いてありますね。で、ディスクを取ってみると、これはデビュー当時の河合直子ちゃん、ナオコインコンサートあたりの直子ちゃん、アンバランスの直子ちゃん。この直子ちゃんは眠る眠る眠るあたりでしょうかね。直子プレミアムっていうアルバムボックスがありましたよね。で、そこに入ってるブックレットをこう開いたところに同じような写真が載ってたと思います。フォト&ソングスブック。グリーンのドレスが素敵ですね。中には白黒の歌唱シーンの写真、各ディスクの内容、収録曲の歌詞が書いてありますね。特に白黒の写真はパンフレットが縦長なので、全身の直子ちゃんが写っていてすごく臨場感があります。では特典のカンペンケースを見てみましょう。袋のノリにね、カンペンケースくっついちゃうと塗装が剥げてなんてことにならないように慎重に出しましょう。この動画だとちょっとオレンジっぽく見えるかもしれませんけど、真っ赤で艶消しの赤っていう感じですね。この表面をね、爪でギッとこすったら剥げそう。これは中3の時に使っていたカンペンケースなんですけど、ここにマグネットシートに貼り付けていた河合直子ちゃんのシールをですね、特典でもらったこのカンペンケースに貼り付けてみましょう。くっつくかな。おお、くっついた。うちの中学はなんかね、持ち物にシール貼るのが禁止されていて、持ち物検査とかあったんですよね。で、そういう時に剥がせるようにダイレクトにシールを貼らずにマグネットシート、車のボンネットとかに貼り付ける初心者マークのあるじゃないですか。で、それにシール貼り付けて、で、形に合わせてカッターで切ってなんてことをやってました。はい、完成。前のね、なんかの動画でも言いましたけど、このカンペンケースは保管用とかにしないで当時と同じようにガンガン使おうと思ってます。まあ使っていくうちにね、傷ついたりボロボロになっていくと思うんですけど、まあいいんです。今日からこのカンペンケースと一緒に年を重ねていきたいと思います。DVD はまだ見てないので何とも言えないですけど、まあ、このパッケージを見ただけでもかなり期待できそうですね。河合直子ちゃんの商品は出せば売れるからとりあえず作っとけみたいなね、やっつけ仕事じゃなくて、ちゃんとファン目線で作られた価値ある DVD ボックスだと思います。ということで、河合直子さんの DVD ボックス「直子エターナルソングス」の開封動画でした。これからゆっくり鑑賞して気づいたことなど、細かいことについてはブログに書いていこうと思います。時間があったら、まちろブログっていうんですけれども、覗いてみてください。リンクは概要欄に貼っておきますね。
全然関係ないんですけど、まあ今日はクリスマスっていうことで我が家でもクリスマス会をしました。で、娘が私にくれたプレゼントは私が長年探し続けていた直江貴一さんのアルバム「俺はオレンジなんかじゃない」、パパのことをよくわかってる娘、これねめっちゃ嬉しかったです。まあそんなこんなで今日は直子ちゃんの DVD ボックスとともにとっても楽しいクリスマスになりました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。